国鉄岐46000系貨車は、1985年から岐45000系の改造名義で製作された、農流産専用の38トン積貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席が承継された。 1985年、農硫酸専用タンク車の増備が計画されたが、当時の国鉄は財政難の時期であり、それまで製作された、多岐29,300型は完全に新造車であり、製作コストがかかっていた。一方、当時は1979年の第二次オイルショックによる原油高騰以降、 重油の輸送需要減少で、石油類専用車が余剰となっており、多機1500型や多機4万5000型から、大用途向けに改造する動きがあった。そこで、余剰となった、石油類専用車から農硫酸専用車への改造が、計画され、社長が短い多機4万5000系の大枠以下を、流用し、申請したタンク体を組み合わせて製作された。そのため、自長が増加し、 荷重は、多二29,300型と比べて1トン、減少している。本形式は、国鉄時代に54両が、富士重工業及び日本車両製造にて、改造製作され、1987年4月の、国鉄分割民営化に際しては54両全車が、JR 貨物に継承された。1 9 8九年十二月には十七両が、富士重工業にて、 改造製作された。その後の増備は、完全新造車である、多機 29,300K の製作が再開されたため、本形式の製作は中止となった。記号番号表記は、特殊表記符号、高前置詞小多機と表記する。化成品分類番号は、新84が表記された。落成時の所有者は、日本陸運産業、日本石油輸送、 同和工業の三社であった。1986年1月11日に日本陸運産業所有者24両が秋田精錬に名義変更された。タンク体は対抗性高張力構成で200方式は上入れ、上出し式。マンホールから積み込み、液出し管と空気管を用いた空気加圧により見下ろしを行う。塗色は黒。 寸法関係は、全長は1 1 3 0 0、mm、トル全幅は2 4 8 5ト、mm、ル全高は3 7 0 0ト、mm、ル台車中心間距離は7 5 0 0トル自業席は20.6立方メートル、自長は14.1トン、換算量数は、積車5.0、空車1.4であり、台車は、重量増に対応するために改造しており、 tr41ds-12 を改造した tr41ds-13 もしくは tr41d-12、e、を改造した tr41d-13、e、である。ブレーキ装置は両側側ブレーキと積空ブレーキである。廃車は1997年から開始され、その後も鉄道による硫酸輸送の減少により、 廃車が進み、2009年度に最後まで在籍した五両が廃車となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。